五気筒製型エンジンの動作航空機の機種に装備された星型エンジン製型エンジンとはシリンダーを放射状に配列したレシプロエンジン。20世紀半ばまで航空発動機はガソリンエンジンが中心でその中で空冷星型の気筒配列が最も多く採用された。クランクシャフトを中心にしてシリンダーが放射状に並べられる。英語では文字通り ラジアルエンジンと呼ばれる。他の言語では、ドイツ語のスターンモーターやフランス語のモートや EN、イトワールなどは、日本語と同じように星になぞらえている。一つ一つのシリンダーは、独立している。コネクティングロッドは、マスターロッドとサブロッドを用いる方式を使う。一つのピストンが、マスターロッドを介して、クランクピンにつなげられ、他のシリンダーは、サブロッドで、 マスターロッドを介してつなげられる。回転に伴い、マスターロッドのサブロッド取り付け部が変身運動することで、サブロッドはクランクピンを通る角度からずれるのでピストン位置がずれる。そのずれを補正するためにサブロッドのシリンダーは点火時期をずらすことが一般的である。マスターロッドのピストンにはそのようなずれは生じない。列あたりのシリンダーの数は4ストロークエンジンの場合、 点火順序を一つ置きとすると爆発間隔が等間隔となるため、奇数気筒が基本である。気筒数が偶数であるものは、奇数気筒の列を摩数列重ね合わせたエンジンである。ただし、二重星型16気筒のブリストルハイドラのように、偶数気筒の列を持つ星型エンジンも試作されたことがある。ポペットバルブの駆動方式は、ほとんどがオフ方式であり、 OHC のものも開発されたが主流にはならなかった。エンジンの中心部に部品が集中している構造上モーターカノンは搭載できないため、単発機の基銃は機軸から離れた位置に設置する必要がある。極気統性型エンジンの旧排気弁とそれを作動させる気候の構造図エンジンカウルに防寒シャッターが取り付けられたポリカールポフアイ -15 極寒のシベリアにおける 星型エンジンのオーバークールを予防するための装備である。天山12型試作機のプロペラを手で回転させる地上要因。カブシリンダーへのオイル滞流の予防や冷間始動前にクランクシャフトが流体固着現象を起こしていないかを確かめる意味もあった。代表的な星型空冷エンジンを一家に挙げる。その他は航空用エンジンの一覧を参照イタリア王国の イタリア陸軍の将軍ジュリオ・ドゥエは、商工時代に、鳥の工科大学で、電気工学を専攻、組合製型エンジンを研究し評価された。実際に航空機用に星型エンジンを最初開発、製造したのは、アメリカのサミュエル・ラングレーとその助手である、チャールズ・マンリーであった。マンリーが1901年に製作したマンディ・バルザーエンジンは5気筒で52馬力を出し、ライト兄弟が、 フライヤー1に搭載したエンジンよりも性能が良かった。しかし、このエンジンを搭載した実験機エアロドロームは1903年に行った2度にたるテスト飛行に失敗。その成果を上げることはできなかった。ありがとうございます。